とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は新しく出た装備を使っていきたいと思います。これですね。成長するスタッフ、懐かしい装備だ。エンチャントが黄金で重力、そしてリフレッシュ、虚無、クリティカルですね。かなり理想的なエンチャントだと思います。もともと追い打ちがついてるから火力は高いと思うんだよね。では、行ってみましょう。それでは沼に行ってみますね。プレイヤー速度が 20% 増加して、近接モブがスケルトン。なるほど。で、衝撃を持ってるっていうことで、行きましょう。スケルトンか。うわー、すっげー嫌だな。まあまあまあ、いいでしょう、いいでしょう。行きます。帯電で、そこそこ、倒してはいけない。帯電だったら一発だね、スケルトンは。はい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 。で、ちょっと待って、スケルトンしかいないのこれ。スケルトンしかいないっぽいですね。ウィッチはいるんだね。オッケーオッケー。おっしゃ。行きましょう。いやー、スケルトンだらけだな、本当に。いや、これは余裕でしょ、このクエスト。いや、あとあと、敵の攻撃力が増えたりすると、厄介になってくるのかな。今のところで全く問題ないんだけど、あとあときついのかもしれないですね。余裕だな、今のところは、本当に。超余裕。え、一応これね、デイリー3なのよね。3でこんなに簡単か？いやいや、そんなことないでしょ。絶対なんかあるはず。絶対ね、3が簡単なはずないもん。よし。まあ、とりあえず、行きましょうか。矢がね、これ、不足する可能性があるんで、矢は早めに、多めに入手しておきたいところですね。出ればいいんだけど。そもそも出ないことがね、多いんで、サプライズギフトで増やしていきましょう。あ、一発じゃないんだ。一発で倒せないから、ちょっと注意が必要ね。OK。うん、でも、エンチャントのやつでも、全然余裕で倒していけてる。あ、もう、OK ね。先に進んでいいっていうことか。いや、なんか怖いぐらいに順調だぞ。なんかね、順調すぎるのも、後々怖いんだよね。よし、OK。OK。いや、全然いける。火力高い。やっぱり。もともと、追い打ちがついてるっていうことで、普通のやつよりも、強いんだよね。うわぁ嫌なやつ。ちょっと待って。よし、オッケー。行くぞ。ポーションバリアなしでもいける。何？モブダメージ 30%？ プレイヤー HP 20% 減少？オッケー、オッケー、オッケー。まあ大丈夫でしょう、今のところは。まだ全然いける。ちょ、待て。おい！ちょ、待て。で、奥にもう一体いるっていうことね。よし。OK。あとは、神秘が1体と、脅威が2体か。まあまあまあ、問題ないかな。あ、いけるいける。今回結構余裕っぽい。あれ、いないなぁ。いたいたいた。よかった。おーおー、なんかやたら出てた。やたら出てきやがったぞ。よし、待て。こた、もう。最悪だ。攻撃が止まる。え、何？略奪者に変わるか。あ、なら全然余裕ですね。ちょっとね、このね、やけどが痛い。やけどをちょっとなんとかしていただきたいな。よいしょ。ちょっと待って。い
やけど、ちょっと待って、やけど痛すぎる、痛すぎる。よし、ちょっと待って。やけど。旗取りたいけども、ちょっとやけどがいるから。ああ、もう最悪だ。最悪だ。よし、OK。OK、これで一応全部取りましたね。よし、じゃああとは、ボスのとこに行くだけか。行きましょう。ボスまであと少しですね。あと1回やられれば終わりです。よし、 OK。 ポーションバリアをね、切らさないように行きましょうよ。 OK。 ポーションバリアが切れると本当にもう敵の攻撃力も増えてるし、自分の HP も下がってるのでどうしようもなくなるんですよね。 OK。 いいよ。パワーポーションが出ると結構嬉しい。やっぱサプライギフトはね、優秀だね。使えるところでは。危ない、ちょっと待って待って待って、トゲトゲトゲはちょっとやめて。帯電で倒していきます。ちょっと待って、終わり。よし、じゃあボス行きましょうか。まあまあまあ、多分大丈夫じゃない、これぐらいだったら。敵の HP が 1.5 倍ぐらいにはなってそうだけど、いけ、あ、全然減らせる。よし、 OK。 やっべ、やばい。おっしゃい、あぶな、ギリギリまで追い込まれちゃったね。はい、ということで、今日デイリーさん締めっぽい沼ですね、クリアしました。うん、まあ 20% 減少と 30% 増加、ちょっとぬるい感じだったんですけども、よかったですね。成長するスタッフ、火力はある、あるけどもやっぱりね、範囲が狭い。もうちょっと範囲が広かったら使いやすいんですけども、ちょっと残念かな。火力はね、十分なんだけど。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。